あれ確か週刊誌に出たんですよね、最初。でそれをこう読んだ時に、仮にあのやり取りが真実であれば、もう完全にセクハラですよね、誰が見ても。だから私はその日すぐに、総理と官房長官にはあのこの文面通りならば完全にセクシャルハラスメントでアウトですで申し訳と言ったんです、メールで。でそしたらその日の会見かなんかで財務大臣がこれが事実ならアウトだってそのまま言ってくれてたんで、あ、通じてたなと思って安心したんだけど、その後やっぱりあの麻生大臣自体はそんなにセクシャルハラスメントを知らないし、いやほとんどの男性が知らないし、いや女性も知らないし、そもそもここ日本人ってあんまりセクシャルハラスメント知らなくて、で、まあ、いろんなこうあのあーでもないこうでもないっていうのがあったんだけど、やっぱりあの原則はあの被害者がそのセクハラだと思ったものはセクハラだということと、で私はやるべきは救済とか保護、二次被害から防ぐとか、そういうあの基本的なことが多分財務省には全く通じてなかった。もうあれ男女雇用機会均等ってできたの30年ぐらい、40年前ですね。40年ぐらい。1980、多分5年とか16年、6年ぐらい。そう、だから私が就職するぐらいでしょ。それ大昔にできていて、そこでセクシャルハラスメントはあのいけないんだ。で、あの事業主はちゃんとこう社員を守らなきゃいけないんだけど、あったにもかかわらず、まあ、ちゃんとできてなかった。でも、順番あの、海外との付き合いが深い組織、あの例えば商社とか、そういうところはあの、海外がそういうことをそういうセクシュアルハラスメントすると、すごい訴えられて、すごいお金を取られる。ちょっと前、トヨタアメリカでそういうことがあったでしょ。で相当企業イメージも潰すし、お金もかかるっていうことを海外で学んでいる企業の人たちからすると、今ちゃんとできてるはずなんですよ。ただそういう経験をしない霞が関、永田町、あとマスコミ、ここがやっぱり40年前になっちゃってたんだな。グローバルスタンダードが分かってない、その独特な地域っていうのは明らかになって、でまあその要はセクハラだって言った女性が被害者なのに、財務省はそのいろはの余を外していて、いや事務次官が冤罪の被害者だっていうストーリーで始めちゃったから、やはりその呼び出して事情を聞くっていうのは、要はセクハラのその社会学の中ではありえない、うん、ありえないよね。それを平気でやってしまってることに、まあ、ある種恐怖を感じて、違和感っていうふうに申し上げたんですよ。何も分かってないのかなって。で周りこう直接に言うのもあれだったの。そしたらやっぱりみんななんかその麻生さんが怖くてとかそういうことじゃなくて、多分この周辺の人たちっていうのも何が問題なのかなと思ってたと思う。要はほぼ男性、キャリアは、はい、でまあ国会議員に至ってはね、そういうことにちょっと勉強が足りてないんで、だから私がおかしいって言ったことが目立つこともおかしかった。なるほど。あの、はい、私がこうまあ皆さん絶対に閣僚は誰も何も言わないだろうなって思ってたらしいところ、私がまあ行ったところをわーって女性のメディアの人たちから問い合わせが来て、実はもう氷山の一角なんだと。でそれすらその悪気があるかどうか別としてないことにしようとしていることを、もうここは完全とやりたいっていう、まあ、女性たちが現れて、であのメールとか電話とか対面で会うとも、私がその想像しえないぐらいなんかメディアに対する官僚のセクハラを蔓延しているっていうのにも愕然として、もちろん政治家もひどい、
地方 の, その出先もひどい、内緒、うん、もう石を投げればどこでもセクハラに当たるぐらい、うん、まあメディアの女性たちはそういう目をしながら仕事を続けているって聞いて、私のところも結構セクハラがひどい業界って言われてるんですね、はい、で私自身もあの若い頃は偉い目に遭ってたんで、うん、でも私のところよりひどいかもと、あっていうのメディアは、うんうん、で、でもあたかもあの役所とメディアの関係は企業でいうところの親会社と下請けみたいな、で親会社に嫌われると下請けはいい記事がもらえないっていう、なんかいびつな本来民主主義 の基本であるね、正しい情報じゃないんじゃないかと、そんな関係だったらっていう不安を感じたから、そのまずは一番正さなきゃいけないとこだなと思いました。でやっぱり女性たちは綺麗な女性は生贄だと、うん、あっていうか供物、うん、捧げ物、うん、で喜ばしてそのキャップ男がその相手の取材源から情報を取る、うん、当たり前ですよって言われて、いつの時代の話かなと、うん、それはそうするとあそその政治の世界よりもひどいなというふうにじゃあこう思います。政治の世界もね、セクハラはあるんだけど、そういう利害関係、まあでもあるな、利害関係もある、秘書さんに強引にセクハラをされたっていう人もいましたし、まあそこは似たり寄ったりだと思うんですけど、いや同じだろうね、多分そのメディアの女性からすると自分の仕事のためになんかそうしないと得られないっていう、でもその人たちが言うのは、そういう人ほどろくな情報を持ってない、うん、いい情報を持ってる人は絶対そんなことしない。ああ、なるほど、ね、うん、なるほど、ね、もうあのなんていうかな、その先ほどおっしゃったように企業はグローバル化して、うん、そこの感覚はだいぶもう変わってきてる、うん、要するに40年前とね変わってきてるのに、だからちょっと前に、うん、日本ハムの社長がセクハラで辞職するわけですよ、うん、はいはい、うん、でもその社長は当事者じゃないの、うん、その部下がセクハラをしているところを見てたっていうだけで辞めるんですよ。そのぐらい民間企業は高い時期に来てるのに、その民間の本来判でなければならない官僚がなんかちょっと全くこう、うん、その本質を分かってなかったっていうことが残念。あ、だってその許認可権とか持ってるじゃない、うんうんうん、民間企業の、うん、その人たちがセクシュアルハラスメントからしたら全く知識がないっていうと、うん、そこで発出されるものって不安になるじゃない、そうですよね、まあそこが一番で、男性の職場だからそこですか、やっぱりその女性が職場にないってことは、うん、そういうところをもう麻痺させる、うんうんうん、だからあのこの間ショップジャパンっていう、うん、テレビショッピングの会社に行ったら8割が女性なのね、そのテレ、電話のオペレーション線でもうわざと聞いたら、この会社にはセクハラありますか、あります、ね、まあ、まさにそこなんですよね、そこがやっぱり難しい話でもなく、だからあのメディアひどいって言うけれども、うん、NHK の、 そのワールド TV っていうの、国際放送のとこはないっていうの、なぜかっていうと、まず外国人、のあのスタッフがいて女性が多いんです、うん、職場に、うん、全くセクハラはないっていうのね、だからメディアも構成によって全然違うんだな、うん、相当パンチがあるものなんですね、実は普通は法律を作ることが一番効果があると思われてるんだけど、実はそれよりも官僚に対しては効果がある仕掛けがあって、要は研修を受けるだけじゃなくて、それを内閣人事局がチェックするわけですよ、うんうんうん、で内閣人事局は今有名な、はい、あの幹部を登用するかどうかの、はい、そのお知らせみたいなところ、はい、そこでやっぱり査定の一つになってくる、だからもう常にセクシュアルハラスメントはあのきちっと対応できなければ自分は出世できないっていうことが、うん、あの自動的に皆さんに伝わる仕組み、これは効くと思います。
ういう意味ではあの法律よりいわゆる実効性、うん、だ法律っていうのは、うん、もう作るのにどれだけかかるっていうのと、うんうん、まあ、それで、まあ、あの抜け道がいっぱいあるっていうこと、うんうん、でも今回はあのストレートだから、うん、出世に響くよっていう、うん、これ当たり前のことなんだけど、うん、でもこれを忘れちゃうんですよ、法律なんかにすると、はい、でもこれは日々思い出されることなので、それは聞くと、うん、もうこれで聞かなかったらどうかしてるぜですよ、ね、あなたは人権意識あるのっていう世界に入っていっちゃうんで、うんうん、うちはもともと前の大臣も女性だし、うんうん、私も4年ぐらい女性の大臣だから、逆にそういう意味ではあの慣れてるっていうか、まあ、私たちがおごはんがうじゃうじゃ言うから、うん、あのちゃんとトレーニングされてると思うんですけど、うん、他のところはね、もう財務省なんて、うん、そもそも女性を見つけるのが大変なぐらいで、うん、そういうところはやっぱりあの危険度が高いから、うん、あのそういう仕掛けを作ることで、やっぱりあの仕事にかまけて学べてもないと思うの、うん、この間もあの財務省の官房長が来て、その後研修はどうなったって言ったら、人事は今役所って今人事異動終わったらすぐやります、うん、で一応私もすごくフォローアップしようと思って、今その各省庁いつ最初の研修やるかっていうのを確認させてます、うん、そうですね、これってやっぱりそういう意味で言うと、うん、常に誰かが見てますよっていう、うん、今後は人事院が、うん、あのまあ責任者ですから見てくれると思います、うん、で今もやっぱりまあ言ってくるだろうけど、窓口になってくれてるんで、人事なぜからの、うん、そういうのを引き続き強化する、うん、これをやってみて、あのやっぱりメディアと官僚の正常な関係を取り戻してもらいたいし、官僚の人ってそういう人権教育、特にセクハラとかその先のパワハラ学んでないと思うんですよね、うん、なあなあできてるから、うん、だからやっぱり幹部こそ学んでもらえれば相当変わってくるから、それを やってもらってからじゃないと、あまり何も知らなかったのにいきなりこう罰則みたいなのも、まあ私としてはどうかな、こうそういうことを やってるのにやったら、もうそれはもうやっぱり厳罰になってくると思うけど、チャンスを与えないと。もともとね、知らなかった、要するに無知だった人たちだから、うん、確信犯ではないということですから、ね、それを信じて、やっぱりきちっと、うん、あの世間並みに学んでもらった上で、それでもやる人は厳罰だよね、今さら、うん、今さらその辺 あの政治の世界なんですか、あれでも反対されたんだよ、うん、そうですよね、自民党内で、うんうんうん、女性議員からもびっくりした、その、うん、そういう時代なの、自民党はまだ、いや、うん、そこは どういらっ、中にいらっしゃってどう思いますか、その、うん、まあその支援団体の影響もあるんでしょうね、うん、やっぱりいまだやっぱり自民党の応援団の中には女性は働くべきではないと、うん、女性が社会進出をしたから少子化になったってい いうやっぱりあの思いが強い人がいて、その人たちに応援されるとやっぱりその人たちの声を代弁せざるを得ず、まあ、今のそのリアル日本とちょっとかけ離れたあの発言をするんで、特にあの政治分野に女性いらないっていうふうになっちゃう、その法律いらないっていう、なんかそのやっぱりそういう意味では本来なんか自民党っていうのはなんていうか幅広く国民政党だったはずなんですけど、だから私が騒いでるんじゃない、うん、誰もいなくなっちゃってるから、うんうん、そう気持ち悪いよね、なんかみんなが黙りこくってしまう、だから今私がそのみんなに話してるのは、女性政策ってないんだって、うん、男性が勝手に女性政策って名付けたけれども、うん、これ結果としては日本の構造改革っていうふうには言ってます、うん、あのまず今の日本の状況は人口減少で、今までできたものができなくなる国になると、例えばそのたくさん人がいればたくさん税金が入ってそれを分ければいいけど、人がどんどんいなくなって、少なくとも税金を払える人がどんどんいなくなる中で、そういうことはできなくなる、だから富の分配なんていうのはもうこれからではない、
そういうことも一つで、人口減少になると、まあ安全保障の議論が勇ましいけど、そもそも陸士とか海士とか空士っていう前線に行く若い人たちが少子化ですごくいなくなっている、うん、でおそらく法律上の充足率満たしてないと思います今、うん、いざという時に人手不足だと思う。だから自分たちの安全を守ってくれる自衛隊なんかも実は人口減少で相当いなくなってるんだってこともあまり知らされてない、うん、でもでまた人がいるってことは物を買う人、物を食べる人、物を使う人いなくなるわけだから、当然経済はちっちゃくなるのに成長します成長しますって言ってて、ちょっとその私たちもおかしいなと思い始めてるから、逆にお財布の紐が締まっちゃって個人消費が伸びない。それのやっぱり一番の最たる原因は人口減少なんです。この国のこれからの最大の課題は、で人口減少が起きてる原因は少子化なんだ。で少子化はどういうことかっていうと、子供が生まれなくなってるってことで、そこだけを取り上げると女性が主体なの、うんうん、でここだから女性政策っていうか女性問題って今逃げてるの、うんうん、なるほど。日本の政治は 男ばかりだから、自分たちは分からない世界だから、うんうん、でも今言ったように少子化によって発生している人口減少で安全保障も危なくなってる、うんうん、そして例えば経済も今外国人をどんどん入れようっていうのも、これも今までにないことだし、とにかく全てにおいて今までできてたことができなくなる。例えば福祉にしても、お世話してくれてるねっていう問題、介護保険を集めてても、うん、だから日本全体の問題なのに、その盲腸のように子供を産むというところだけに特化して、うん、女性の問題だと、女性が大学を出てるからだ、女性が仕事をするからだみたいなのがついこの間まで当たり前に議論されてて、いまだちょっと変だよね。だからそこを私は女性政策なくこの世に存在しないっていうことが私の中今のミッションかなと、うん、それが要するに当たり前の、要するに、うん、普通の政策の、そうなん、要するに人口政策であり、そうそうそう、経済政策でありってことですね、労働問題でありとか、そうで、なんか女性政策っていうとキラキラピカピカみたいなそんなことじゃなくて、もっと深刻なこの女性の端に発した少子化だけど、これはもう日本全体に影響を及ぼすっていう、そういうやっぱりなんていうの、意識づけをしてる。その辺っていうのは自民党の中でやっぱりそのなんていうかな、理解者というかね、理解してくれるような、若い議員は分かってると思う、やっぱり自分たちのことなんで、ただやっぱり今小選挙区制度になってからなかなか上に申せない環境があって、まあ、だから私が代わりに動いてあげればいいのかなと思ったんです。内々で話すとそうですよねっていうけど、やっぱりなかなかその、うん、私も若い頃そんなに力がなかったからよく分かるんだけど、でも女性議員反対したけど増やさなきゃ、いやどうしても今はそのなかなか女性にはなれないから、うん、自分は頑張ったからなれたって思いのが強くて、うん、私からすると単にラッキーだったと私は思ってるね、9回挑戦してくると、うん、ラッキーだったんだなと、あとはいい支援者に恵まれたんだなと思うけど、うん、やっぱり当選回数の浅い人たちはプライド高いから、うん、自分が立派で当選してきたっていうの、うん、男を越して勝ったから、うんうん、もしそれがその女性優遇みたいになると下駄履かされるみたいで嫌だと、うんうん、私は実力で勝ってきたっていう、分かる、なんとなく分かりました。私なんかもう、まあ、そんなことよりも一人で多い方がいいじゃないと、うん、そんな無理してね出る必要もないし、出れるんだったら一人でも出た方が、うんうん、この国の政策のバランスのためになる、うんうんうん、でそれはね実際に私も経験して、トップに女性が立った役所っていうのは割と女性に対してやっぱりフラットな人が多いんだけど、うん、やっぱり今回の財務省っていうのはまだ女性のトップがいない、うん、が確か大臣いないとこだから、うん、そこら辺はやっぱり自分では空気の違いを感じますよね、うん、だからまあ、うん、女性総理のためにも全ての閣僚が女性になるとかね、内緒を見えれば、とにかく慣れてくれればいいのかなと、女性のなんかそのスタイルをね、うん、だって全く分かんないんだから、男性の人たち、私たちのこと、
でも私たちのこと分かんない人が9割、うん、私たちの政策を決めるってちょっと無茶ぶりじゃない、うんうん、確かにそれはそうです。で、子供を産み育てたことがない人が子供を産み育てる話したってもうフィクションになっちゃう、うんうん、私たちはリアルを知ってるから、うんうん、そういう人が増えれば増えるほど地に足のついた政策ができるよねって喧嘩売ってるわけじゃないんですよ、うんうんうん、外さないために、うん、そういう特にここが今ボトルネックって厳しい状況になったとするならば、うんうん、そこの現場が分かってる女性たちをどんどん増やした方が、うんうん、やっぱりその今の日本を脅かしている問題の解決、うん、早くなるんじゃないかなっていう、一時的でもいいから。なるほどなるほど。いや本当に産んで育ててみて大変だわさ。そうですか。うん、で産んで育ててない人に言われたくないわと、うん、やっぱり男性たちが軽々しく言うと、うん、保育所を増やせばいいって簡単に言われちゃう、うん、そういう問題じゃないんだけどなと、うんうんうん、保育所に入ってても7度出たら戻してくださいとかね、うんうん、仕事の中断いくらでもあるわけで、もう少しリアリティになることをやらないと、うん、でお金かかることだしね、なんだかんだ言っても、そこがやっぱりずれてるなと思う。でね、全員入れなきゃいけないと思ってるから、うん、保育所とか、うん、働く人だけじゃなくて、うん、働かないお母さんからも子供預ければ虐待が減ると思う。ああ、全員入らなきゃいけないと思ってるんですね、うん、あ、なるほど。だから私は自分が育ててきて思うリアルを伝えたいんだけど、まあ多勢に無勢でなかなか伝わっていかないんで、もっといっぱいいたらいいなと思う。当たり前現状で。そうだから、やっぱりこれだけもう人口減少、人がいなくなる、子供が生まれてこない、将来のその展望が見えなくなる中で、今まで通りではダメだっていうことを男女とも年齢も問わず、やっぱりこの不都合な真実をシェアして、でもまだ私たち力半分出し切ってないけどっていうのを、女性たちがスムーズに社会の中にこうセンターに行けるようなこともやりたいし、まあそれは女性だけじゃなくて、その高齢者であったり、まあ要するに今の社会の中でお払い箱になっている人たち、私たちだと非正規に甘んじてたり、障害医者はほとんど働けてなかったり、うん、高齢者になると、うん、まあ元気ない人は別として本当に多くの人たちが年齢でこう追いやられてしまうとか、そんなことはもう今まではそれで済んでたけど、これからは済まないんだということ、うん、でもダイバーシティ多様性って自民党の取り柄だったのよ。そうですよね、私もそこがすごい残念だと思う。それをやっぱり取り戻すことが、やっぱり閉塞感漂ってるこれからの日本、景気さえ良ければいいっていうのは時代遅れだと思う。一人一人の満足度っていうのが私たちの国にとって大事で、成熟国家としてはそういう男前な議論をしたいなと。出ますよ、コツコツと今歩む。出るか出ますよねっていうのは20人揃わなきゃ出れないんで、謙虚な気持ちで言うと出る気持ちあるけれども、そういう私を理解し受け止めてくれる仲間、今仲間作りをしているところです、うん、そういう人たちが集まってくれているので、うん、まあ集まり次第。私を応援してくれる仲間たちって、野田が出れなかったら次の自民党はダメだと思っている。国民の意識と乖離しているっていうのは、矢部一清がいいって思ってるのは自民党の人で、国民は安倍一清がいいと思ってる、うん、人は少ないじゃないかっていう自民党の議員たちが言ってる中、じゃあやっぱり国民に寄り添う政党でいるために、そういう開かれた総裁選、一人でも多くいろんな意見が言える総裁選をしたいっていう私の願いで、その一人は絶対私なんだっていうことなんでしょう。